ははい皆さんこんこにちは山口大二です東京電機大学全学科紹介ということで東京電機大学名前だけ聞くと電気と機械みたいですが実際には工学理工学のほぼ全領域を網羅した工学系の総合大学です。なのでたくさんある学科を全部紹介しますがまあ私の印象にすぎませんから公式ホームページなどで必ず詳細は確認してください。まず基本は工学部です 北千住のキャンパスですね電気・電子工学科電子システム工学科応用科学科機械工学科工学科情報通信からなります電子システム工学科は電子・光・情報ということで光工学学ががべるの特徴ですね機械工学科のほかに先端機械工学科ってあるんですけどこの先端機械工学科の方は情報・光工学・医黄工学の勉強ができます。 システムデザイン工学部ユニークな名前なんですけど、まあ、これも工学部ですね同じ北千住のキャンパスにありまして情報システム校とデザイン校の2つの学科デザイン校はそのデザイナーを作るというよりは電気電子機械情報とデザインの勉強ができるということで割と就職に強い機械電気情報系ではあると。未来科学部 この名前は東京電気大学だけでしょうね中身は工学部ですで、建築学科情報メディア学科ロボットメカトロニクス学科からできてます情報メディア学科は映像音響 CG といったメディアの勉強ができるのでまあ皆さん興味ある人多いんじゃないかな次に理工学部この理工学部だけ埼玉県の鳩山キャンパスで非常に遠い郊外型キャンパスですここはですね 学系に分かれててまして理学系は数学物理科学数理情報学なのでこれは他の大学でいうと理学部ですね生命科学系こちらは分子生命科学と環境生命工学バイオサイエンスということで、まあ、バイオテクノロジーバイオサイエンスの学科であると情報システムデザイン学系ここはまあコンピューターなんですけどコンピューターソフトウェアそれから情報システム知能情報デザイン アミューズメントデザインコースこれが珍しいですね情報コンテンツとかゲームの勉強ができますで、あとは機械工学系電子工学系建築都市環境学系ということでこの学系がほぼ学科だと思ってくださいそれが鳩山の理工学部ですねで、最後に東京電気大学は工学部に2部夜間の大学があって機械工、電気電子校情報通信工の3学科ということで 東京電機大学非常に学部学科たくさんあるんですが全部工学部です、まあ、ちょっと理学系あるんですけどねなので例えばロボット作りたいとかコンピューターやりたいっていう場合いろんな学科でできるので正直併願してもいいと思うあとよく調べて自分の興味のある研究室とか、まあ、キャンパスとかで選んでもいいのかなと思いまししたた以上東京電機大学でしたありがとうございました。 ご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録をぜひお願いします。また、メガスタの LINE にご登録いただいた方には、大学受験に役立つ特別なプレゼントを申請します。